第二直し初代、直江王琉球国王は、1872年まで琉球諸島を中心に存在した琉球王国の君主及びその外交称号であり、民及び清に貿易上の理由から調降した際に、授けられた風号もそれに含まれる。琉球国内では五種と呼ばれた。外交上、並びに正式名称は琉球国中山王。本項目では、 琉球王国成立より以前に琉球に君臨し、または君臨したとされる王党についても併記する琉球王家紋章。左密度もへ一般に王、または王号は由来が諸説あるため明確な起源は明らかではない。琉球国王の場合にもその王、または王号の起源の一つが民に貿易上の理由から調校して作法を受けてからと言われているが、 文献ではそれ以前の時代の王についての記載もある。明治時代には、1404年2月、佐藤王党の2代、ブネの時、明の永楽三角が作法師を派遣し、ブネを中山王に作法した。これが、琉球最初の作法である。ブネの父、佐藤が1372年に初めて長考した際、作法を受けたとの説もあるが、琉球側の師匠、 旧非及び中国側の師書名実録を見る限り、皇帝から様々な品物を貸しされたとの記述はあるが、作法を受けた、もしくは王爵を授与したとの記述は見当たらない。ブネ王が作法を受けた2ヶ月後の同年4月には、三南王国の王,王祖も、作法を受けて、三南王に封じられた。後世の師書では、殺到等以前にあったと言われる。 春天王党やエソ王党の歴代君主にも王某が用いられている。これは司書編山の檻などに王に相当する人物という意味であり、実際には某味を王とみなしたとの記載であるという意見もある。国王の居城首里城王爵を受けたブネ王は2年後の1406年に刺し木味、橋に滅ぼされる。橋はブネ王に代わって父、 師匠を中山王の位につかせた。翌年、師匠は、ブネー王の聖師と偽って名医師者を派遣して、ブネー王の死去を告げると、民から師匠が派遣され、師匠は正式に王爵を受け継いだ。第一直し王党の始まりである。一方、三南王国では、1415年、聖師、タロマイにも作法師が派遣され、三南王に封じられている。 三北王国はたびたび明へ徴降したが、作法を受けたとの記録はない。1422年に師匠が亡くなると、橋が中山王に即位した。1425年2月1日、明は作法師、芝山を派遣し、橋を中山王に作法した。その後、橋は1429年に三南王、他の前を滅ぼし、琉球を統一した。 翌1430年、橋は民から、なお生を賜ったと言われ、小橋を名乗った。統一後も、小橋王は、中山王を名乗り続けたので、これ以降、琉球国王の名称は、中山王となった。小橋王の死後、第一直氏王党は、王家内の争いや、地方の諸和時の反乱などに悩まされ、七代六十三年で、瓦解することになる。これは、 第一直し王党下では、有効な中央集権化政策を実施しなかったため、地方の諸アジの勢力が強く、王権強化に失敗したためである。琉球国王の印左は、満州語で、李用記をくるの愛湾ワンに、ドロン1462年、第6代、昭安久王の重臣だった金丸が第7代、久野李王の後の王位を継承して、第二直し王党が始まった。 聖死では獣神たちが王に推挙したとあるが、金丸のクーデターだったとも言われている。1471年、なおは第一直氏の時と同様、千王、久乗の聖死と偽って死者を派遣し、久乗王の死去を告げて、放射を交うた。民はこれに応じて、作法師を派遣し、なおを中山王に作法した。その後、第二直し王党は、 第3代、小新王の知性に、地方の諸味を地方から首里へ移して住まわせ、中央集権化に成功した。このため、第2の青潮党は1879年の琉球処分まで19代410年に渡って続いた。1636年、小宝王の知性に、薩摩の命によって王ではなく国史の称号を用いるよう強いられた。以後、 小剣王、直室王、正忠王三代の76年間は、薩摩に対しては、琉球国史と署名したが、清氏に対しては、中山王のままだった。1712年には、島津義樹の移行により、再び王号に服することになったが、その背景には、吉高氏の官位昇進問題があったと言われている。1872年9月14日、上京していた、 明治維新系が施設に対して、明治天皇から作法の招徴が下され、正太王は琉球藩王に作法された。藩王の称号は1879年の廃藩治権まで使われた。廃藩治権後、正太は皇爵に除せられ、東京への定住を命じられた。中山予感によれば、琉球最初の王党は天孫氏王党であったと伝えられる。 天庭の使いとして抱えに振った女神天みきよわさん、何事情なし、長子及びその子孫が歴代の国王になったという。天庭の子孫にあたることから天孫子と呼ばれる。天孫子は25代17,802年に渡って続いたが、最後の王が重心のリーサムに殺されて断絶し、そのリーサムもやがて春天に中殺された。実在したかどうかについては、神話、 伝説の息を出ない。源のためともの楽院とも伝えられる、春天の建てた王答が、春天王答である。琉球王国の聖子中山予官や、おもろさうし、鎮税琉球期、陳説読み張り好きなどでは、12世紀、源ためともが、現在の沖縄県の地に逃れ、その子が、琉球王家の始祖春天になったとされる。この王答も、 伝説的な意味合いの強い王党だと考えられる。春天春馬淳広史義本義本王が、摂政の英祖に王位を禅上し、春天王党は三代七十二年の歴史を得た。戦術の義本王の摂政であった英祖が王位を禅上されて誕生したのが、英,英祖王党である。五代八十九年続いた。英祖祖体制浦祖英栄祖祖玉城玉城領主だったため、それより、 由来にし、浦添か朱里子の王党の五人の王はそれぞれ、名前の由来は、出身地か王子の時の城と言われている。英村王党第四代玉城王の頃より王権が衰え、琉球各地に葉を唱えるアジが出現し、やがて、泣き人村を中心とする北山、浦添朱里を中心とする中山、旧高齢紛りの王佐を中心とする南山の三つの地域にそれぞれ王が現れた。 三国史さながらの、この時代を、三山時代と称する。なお、これら三山はそれぞれ独立して、民に徴降し、貿易を行っていたことが、民の歴史書に残っている。中山、佐藤王党、佐藤王党は、西、伊王の没後、軍神の推挙によって王となった佐藤が建てた王党、二代五十五年続いた。佐藤武北山、小西王小西王は、 北山をまとめた羽地アジの子は天芝が建てた王道。子は西馬民義康やすとも南山、大里王道大里王道は南山をまとめた、大里アジの小佐都が建てた王道。小、佐都広英、紫広島、紫浩大たちぼつきほかの舞中山のお船を倒した小橋が、父、師匠を大いにつけ、建てた王道。橋は、その後散々統一を成し遂げた。なお、 縁の建てた王党と区別するために第一、直し王党と呼ばれ、また小橋王党とも呼ばれる。七代六十三年続いた。第一直し王系図、小師小王直橋王久忠田王直し達つ王、直金福王直安久王久則王第一直し六代、王直安久王に仕えていた金丸が、久則王の没後建てた王党。先の王党と同盟のためこちらを、第二直し王党と称する。 また、なお、円王党とも呼ばれる、琉球処分まで19代409年続いた、第二直しを経ず、ありがとうございます。